今ね、裏で日韓戦になりかけてるというか、あれでしょ韓国が逆転したのかなどうなの ?1 回戦は日本対韓国なのかいバーネンなのかい ?1 回戦はバーネンかもしれない。いや、でもマジでさ、普通にアジアレベル上がってるよね。やっぱ経済的なところが影響してるんでしょうかみたいな話は今日してましたけどね。マレーシア、同点。マレーシアが追いついた。でも韓国3位通過でもいけんだよね、確かね。韓国2位通過だから、韓国にはならないか。 いいいいずれれどっっかかかには決まるから、ね、決ままるらたたと喋ばないいなみたいな感じですね韓国と見たかったけどねなんならボールつなげそうなチームとか相手が格上っぽいチームの方が日本得意ですからねだってスペインとドイツには勝ってんのにコスタリカに苦戦してね苦戦というかコスタリカに負けてクロアチアに苦戦してるからねなんかね中東とかインドネシアでも全体的にやっぱりパスピード上がってほんとねなんかサッカーが上手くなってますよねバーレーに決まった バーレーンってなんかアジアカップで毎回苦戦するイメージというか、なんかバーレーンって思ってるほど簡単に勝てない時ばっかじゃないちょっと見ておきますわ。間結構開くもんね。今度はバーレーンの分析だ。来週バーレーンの分析っすね。沖縄でやんのかな沖縄でね、町田ゼルビアさんのね、キャンプでの試合かな試合見て黒田さんと喋らせてもらうから、それで沖縄行ってね、バーレーンの分析しますね、僕ら。韓国もヨルダンも日本先たのか。ああ、そういうこと そういういのって実際にどこと戦いたいたかからって星のの調整するのかねそれやってるチームってなんか,か勝てなそうっていうかあのよくね不調の4番と戦うために敬遠してみたいなそれに燃えて4番がホームラン打つみたいな野球だってありますけどね落合さんとか原さんを敬遠して確か落合さんとやって落合さんその投手との対戦成績悪かったんだけどヒットにしたんだよね。 バーレー戦績は勝2敗17得点7失点失です過去の成績で言うとね、あれだから、あれですよね、一番大事なのは、データはね、当然ありがたいですけど、この現状のね、戦力的にどうなってるかみたいなね。それやりだすと、勝ちたいとき勝てなくなりそうって、すげえわかるね。E 組対日本戦押し付け合ってるいや、でもそれって結構おごりなんじゃないかな。いや、日本、フル面でちゃんと采配したら強いけど、フル面ン揃うときがいつかわかんないし、ちゃんと再配できないからね。 ってなると、その選手の質の爆発があれば、確かに日本って強いんだけど、そうじゃない場合、他のチームの方がちゃんとチームでサッカーできてるからな。みんな日本避けてるっていう感じがちょっとね、良くないと思いますね。なんか、日本サッカーへのナルシズムは良くないと思いますね。ちゃんと采配するって伊藤博樹をオーバーラップさせないとかそういうことですよね。そうそうそう。自分から縛りを多くしてるじゃんみたいなね。そういうのをなくすっていう感じですね。とか、ちゃんと選手たちに狙いを共有させるとか、昨日だったら、なんで相手の左ウィングバック明らかに弱いのにそこ狙わないんだろうとかね。 あれが自分たちがね、格下側になったときだけやれるのかっていうと、そういう試合見たことないからね、親善試合のときはそういう采配が少なかったってことですか、そういう采配をしなくていいメンツ揃ってたっていうのと、親善試合って、日本よりも他の国の方が抜きますよね、親善試合だから、怪我しないの優勢になるから、日本ってそのトップに行く選手たちは本質的に抜かない人が今は揃ってるよね。 かそういう選手呼ばないっていうのが、あだそれが森保さんのいいところですね。二同意三同追,3追できる人守備の時にあに戦える人っていうのが選考基準の最低ラインだから。えー、Y.O. 君、スパチャリがとうインドネシア、マレーシアなど東南アジアで欧州や南米の帰化選手増えてますが、帰化選手の強みなんでしょうか質でしょうね。昨日のインドネシアとか見ると、3バックとね、他の選手の体格がもう明らかに違うっていう。だ補強みたいなことですよ。帰化するってことはお金大体あげてますしね。 韓国に通かでも地上波のないベスト16で日韓戦なんて日韓戦になんなくて個人的にりしいそれがねこっから先絶対韓国も日本も進める前提だからねスパチャクレてて説教おじさんみたいになって申し訳ないけど勝ち進める前提なのは危なの危いいと思いますね。勝ち進んでほしいし本気だから <laughs> だって今回さただの愛国心だけじゃなくて多分1試合勝ち進めるかどうかで僕多分収入数百万単位で違ってくるんですよ。 <laughs> だから本気さもだいぶ出るっていうか配信できる数が全然違うしそれによってね来る仕事も違うからシュアボ東京のスケジュールも変わるしねだからこそまあ国全体の予断ってそこの世論に出たりとか記事に出るから日本ベスト16敗退全然あると思ってやった方がいいですよだってねグループリーグで負けてるしベトナムとかインドネシアにさあの苦戦って言っていいか分かんないけどいいサッカーできてないじゃん余裕みたいなサッカーは。 だって始まる前、ドイツとかスペインに勝ってるからね、アジアカップ、余いでしょって思ってたら、いや、この感じなんだって、でも選手が歩いている、これ、そういう風にならざるを得ない状況が、マネージメント面、戦術面、両方で出てるな,みたいな負けるパターンで言うと、相手がハイプレスちゃんとやってきて、日本がつなごうとしすぎて失点か、ファイブバックにしてきて、先になんかセットプレーかカウンターかなんかで食らって、そこを崩せないかだよ、ね、だからあのコスタリカ製のパターン、大阪の役割しっかりできる人見つかってるのは、日本の成長に。 成長さらん感じません。うん。で、下の世代でも今日ピボットで木崎さんが紹介してたタイプがさ、そういう体が強いさ、前世の選手だから、そこも楽しみですよね。そう、だから普通に優勝の可能性むっちゃくちゃ高いと思うんだよな。ていうか、期待しすぎててちょっと、で今森安さんが持ち上げられすぎてるのもちょっと怖いよね、空気的に。ずっと言いますけど、マネージメントはいいけど、それ以外はっていう、その修正とかはきついから、コスタリカ戦みたいになる可能性高いんで、ただ、あの時よりも、 デ d インのビルドアップ能力が高いから、でもそれも富安と板倉両方使えてる前提の話なんだよね。よくね、レオザは森康さんの評価を上げたとか変えたっていうか違うんですよね。現実を知っただけなんで、僕が求めてることは、サッカー界の監督にとってレベルが高すぎることだったっていう。だその前段階の気持ちをちゃんと、選手の気持ち一つにできるって人も、みんなじゃないから、そっち側を前よりも言語化してるだけで、実際は何も評価を変えてないんで。 だからこそもう相手次第ですね、今回のアジアカップは。富安も三笘も出れたらもうほんと90%以上は。100%っていうのはね、あれはないけど。あとはもう相手ですね。日本対策をしてくる国が一国でもアジアにあるのかっていう。今のカタールの状態とかわかんないからね。森安さんの選手任せ最強説みたいな評価多いですね。うーん、そう。だからそのね、任せられる選手が育てばっていう話は俺ずっとしてたからな。それが思ったより早く来たね。 アジアカップって、グループリーグ、そこでちゃんとターンオーバーしてトーナメント入れるかっすね。あの、オリンピックもそうだったじゃん。最後、エンドと吉田がもう疲れ切っちゃって、みたいな。そう、韓国がね、そういう色気づかないサッカーしてきたら強いですよ。そう、日本代表のマドリーか。先行放送ない試合あるでも最近はもうそんな珍しくないっすよね。やっぱり、番組を書き換えてまでね、やる必要はないコンテンツだと思われるからね。選手の質高いチームが一つになれば勝てますね。戦術は調味料なんで味付け悪くてもいい素材と雰囲気あったらうまく そうそうだから、素材良かったら、混ぜ味付けしないようにするのが大事だからね。ただ、それが、その、今日乗せる皿違うのにとか、食べる人違うのに、そこの微調整をできないから、そこに当たるかどうかなんだ。だかコスタリカに当たるかどうかに日本が。ファイブバックのカウンターチームに当たるかどうか。ただ、その、相手を対策してやるみたいなのはさ、そんなにみんなできないっていうのはもう、バレてるじゃん。うちのチャンネル来てる人はわかるじゃん。意外に対策ってしないですね、みたいな。 シュアボドキュメンタリーでもさ、あんなに公開してずっとやってるしさ、負けたらドキュメンタリーでさ、めちゃくちゃ見られるけど、対策はそんなにされないじゃん、シュアボ。あのぐらいの感じなんだよ、基本。それがね、プレミアリーグでも、え、毎回このパターンで負けてんのにやんないな、みたいな。アストンビラに助走距離取ったら勝てんのにやんないな、みたいな。そんなあるじゃん。あれ、エバートン繋がないでカルバートルインに当てて落としたらいけんのにやんないな、みたいな。そういうことだからね。前回決勝対策されたっていうより、あの瞬間から3バック使ってきたんだっけカタールって。 日本用にスリーバックにしたんだっけあの時なんだよね一番、日本がもう思ったよりサッカーリテラシー低いってバレたのが、小田さんとか岩正さんとか、いろんな評論家の人小沢さんとかみんな、あ、違う、あれ、最初からだよ、あれ、カタールがスリーバックで来るから、そうそうそう、カテゴリ君。来るから、日本がどうするかみたい。で、俺も言ったんだよ。もともと、その、プレスの形をスリーバック用に変えたりとか、そういうのをしてる様子がないから、前プレはめれなかったりとか、スリーバック用にちゃんとウィング出ていくとか、それをできないと、 ガンガン回されるみたいな話。っていうか、それで後点に回るみたいな。で、それでそのまま乗ってえ、えってなって。で、負けたじゃん。で、その後のインタビューで、坂井博さんとか、あと、犬院が言ってたんだよね。その、もう最初相手の出方をみ、見てから、みたいなので5点回っちゃってダメだったみたいな。え、あんだけ散々、あんなに材料があって、みんなそのこと言ってたのに、やらなかったみたいな。だから今回もやらないと思うんですよ、多分。か、 分析班の人はやってるけど、それをチームに落とし込む作業はやらないっていうのは普通だから。だから日本はマドリーかブラジル化する必要があって、で、それが、まあ選手の質ではなってきてるから、その質でねじ伏せられるか。だから簡単に言うと、5バックを中のコンビネーションで崩せるとか、サイドの1対1で突破して上げ切るとか、今までだったらサイドバックを突破できない中のコンビネーションで崩せないから、ちゃんと迂回経路作って、サイドで2対1作っていきましょうね、みたいな。 そう、それをね、やんなくて、よく、いい代表に持ってけるかどうかですね。そうだ、まあ、不安にもなるけど本当にサイコロだと思います。そういうチームに当たるかどうか、当たんなかったら勝てると思う。う感じかね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。<laughs> では、そっとごでした。バイバイ。 「あぶれず仲間と定めに長いな」「俺らやってきたことってれば待ち受ける結末が楽しみだろう」「l d n p r o g r e s、like like、s l d n p r o g r e s s 奇跡が起きるならば今」今